秋田中央交通、秋田中央交通株式会社、秋田中央交通は、秋田県の一般の利い旅客自動車運送業者、バス会社。秋田県中央部を営業地域とし、一般路線車両は、緑の車体が特徴的。1921年、大正10年創業。本社は、秋田市川元山下町に所在。最寄りの停留所は、 中央交通本社前。もともと、秋田市北部から南秋田郡にかけてを主な営業地帯としていたが、秋田市交通局の路線移管を受けて、同市内のほぼ全域を路線化している。五条目軌道として設立され、1922年から1969年までは、南秋田郡五条目町の東五条目駅から、八郎型町の国鉄五条目駅、 現在の JR 東日本八郎型駅までの軌道線、秋田中央交通線を運行していた。五条目駅は、同線の開業を4年後の1926年に1日市駅に、東五条目駅は、その翌年に五条目駅2代目へ解消している。秋田中央交通、特に秋田市内の不採算路線、15路線については、秋田市が、 事業主体となる委託運行への移行が進められている。2005年10月には、下浜、浜田、豊川線が、子会社の、秋田中央トランスポートに移管された。管轄営業所は、秋田市内の路線については、秋田市交通局からの移管前から、中央交通で運営していた路線は、原則秋田営業所の管轄、交通局から移管された路線のうち、 旧交通局線系統やあらや、割山方面は臨海営業所、横森経由や牛島方面、マイクロバス路線は秋田東営業所、廃止されたため、現在は秋田営業所の管轄、空港リムジンは秋田営業所の管轄。詳細は各営業所の記事を参照されたい。従来、秋田市中心部には循環路線がなく、また、 南大通りは沿線に総合病院等があるにも、かかわらず路線バスの本数が少なかった。そこで、エリア中一の開業に合わせて2012年、平成24年7月21日から、秋田市中心市街地循環バスの実証運行が開始され、2013年、平成25年4月1日より、本格運行に移行した。秋田市が事業主体で、 秋田中央交通に運行委託している。秋田営業所管轄。買い物広場、5番乗り場を起点とし、秋田駅西口、10番乗り場、広小路、大町、南大通りを経て、買い物広場に戻る。半時計回りのみの循環運行。広小路が一方通行のためで、停留所は13箇所、1日あたり21便運行。運賃は100円。均一料金。 小学生以下は無料となっている。本格運行開始に合わせて専用車両二台のカラーデザインと相性が公募され、二千十三年、平成二十五年五月三十一日に決定した。新デザイン車両は七月七日から運行を開始した。道路線については、回数乗車券の利用はできないが、道路線専用の1日乗り放題乗車券、回数券同様、 一般路線用の1日乗り放題券も使用負荷が存在する。また、ワンコインバス及び定期券の対象外となっている。いずれも、秋田営業所管轄であった蒸気各線の末端区間は大体として、秋田市、マイタウンバス北部線が、キングタクシーのジャンボタクシー車両により運行されている予約制。秋田駅土崎。 組合病院など幹線道路を経由する区間は、新国土土崎線などとして存続し、途中停留所で接続。旧、有和町内を循環する路線として、秋田中央交通と秋田市、旧、有和町が共同運行する、ユーグル、有和市民センター発着に系統があったが、2009年9月30日をもって廃止された。秋田中央交通自社導入のバスと、 旧優和町から譲り受けたバスの2種類のバスを優和車庫に配置して運行していた。管轄営業所は優和車庫だが、機関バスのみ、秋田営業所と共管。運行区間は下記を基本に、区間便が多く設定されていた。曜日により、運行便は異なっていた。なお、優和市民センター前には、空港リムジンバスも停車する。ただし、校内には入らず県道で乗降。 機カンバス路線のみ、秋田営業所が担当し、夕和町から譲り受けた車両は充当されない。運賃は、機関バスを除き100円均一制。機関バスは、夕和市民センターホンダ停留所は100円均一制。ホンダ停留所秋田駅は、通常の路線バスと同様の距離制。両区間を通して乗車する場合は、ホンダ停留所秋田駅の乗車区間の運賃に100円を、加算。 2009年10月1日からは、秋田市、マイタウンバス南部線として、高尾ハイヤーが運行。一部は、北部線同様、オンデマンド型交通システムを採用し、予約制である。上機各線は、秋田市板区のマイタウンバス西部線、豊浜ふれあい号として運行。秋田中央トランスポート大川半営業所。後に、秋田営業所に、移行が受託して運行しているため、 新屋案内所では原則対応しない。以前は中央交通の販売窓口で定期券販売の受託を受けていたが、2010年12月以降は大川藩営業所内市は新屋案内所でのみ対応している。なお、2009年10月1日より新屋案内所のバスターミナル名が西武サービスセンターへ解消されている。 いずれも廃止されている。2009年9月をもって廃止された。2007年時点で片道一本のみ運行だった。通常の五条目線が所要時間73分で運行しているところを約55分で走破していた。五条目町内及び近辺と秋田市中心部ではこまめに停車し、途中の停車停留所は大幅に絞り込んでいる。往復の便があった。 一日に往復当時は、路線塗装の貸切車に料金箱と、方向膜がついていたものを運用していたが、後に、通常の路線車で運行。五条目営業所が担当していた。小川営業所が担当する路線。2008年9月をもって廃止された。2007年時点で、朝に、小川半島の入道崎を立ち、秋田駅西口へ向かい、 午後に、秋田駅西口を立ち入道崎へ向かう、1日1往復の運行であった、と、日宿日は運休。入道崎から羽根立間は、男、下北線と羽根立秋田駅西口間は、船川線等と経路が重複しているが、停車停留所は限られていた。以前は、貸切各格下車で運行されていたが、最終的には、通常の路線車で運行していた。 先路線は2014年度以降運休状態が続いている。サービスセンターは市の行政施設の名称であり、いわゆるバスセンターを指す故障ではない。回数乗車券は次の種類のものが販売されている。3000円の回数券と禁止別回数券を除き一冊1000円である。なお、空港リムジンバスでも利用可能としている。バスカード IC カードは 2018年2月現在、導入されていないが、2018年度内をめどに、秋田市が、同社秋田市内路線バスに対して、IC カード乗車券の導入が検討されている。かつては、70歳以上の秋田市民を対象に、1000円相当の回数券を600円、交通局廃止前は500円で購入できる回数券を、触れ合い乗車券の名称で販売していた。 ただし、1ヶ月に7冊までの購入制限があった、交通局廃止前は1ヶ月2冊まで。購入には、秋田市が指定、発行する、証明書の提示が必要となっていた。2011年10月より、ワンコインバス事業を開始し、運転手への秋田市発行の証明書の提示で、区間に関係なく、現金100円で乗車が可能となったため、 同年9月をもって触れ合い乗車券の販売を停止した。ただし、うご交通担当便や共同運行している高速バス路線は対象外となっている。2018年2月現在は65歳以上で秋田市に住民票を有するものであれば無条件でワンコインバス利用証明書の発行が可能となっている。2017年4月より利用可能エリアを 上記実証実験対象の五条目線を正式な乗り放題の対象とするほか、旧川辺町、旧湯和町を含む秋田市内全域の自社路線、国際教養大学発着の路線と、ぐ、る、るオ・く、八郎型線、八郎型駅から、五条目はスターミナル間の路線、追岩分線、片上市に所在する道路線の奇襲点である、天皇、グリーンランドまでの、 全区間を対象とするまで拡張して乗車できるようにする予定。マイタウンバスや小賀市内の路線、及び国際教養大学系統とぐるるは引き続き対象外となる。合営業所に乗り合い277両、貸し切り25両、2009年4月現在が配置されており、自社発注車のほか、秋田市交通局、小田急バス、 神奈川中央交通などからの遺跡者が在籍する。メーカーは日本国内4社が揃っているが、大型路線車は日の椅子図製の割合が高くなっている。一般路線車のカラーリングは緑を基調としており、1993年にマイナーチェンジした現行塗色となっている。貸切車や高速車の一部は白地に青。 ピンクの斜めストライプが入ったものを1991年より用している。また秋田東営業所には秋田県出身の矢口孝夫作の漫画、釣り吉、三平のキャラクターをあしらった三平バスも在籍する秋田東営業所廃止後は秋田営業所に転属。2018年時点では一般車両塗装に変更しシートデザインに三平デザインが残されている。また、 バリアフリー車については2000年からワンステップバスの導入が開始され、前述の三平バスや秋田市交通局からの路線移管などもあり、大量に導入された。なお、三平バスを含む初期の車両はワンステップながら車椅子向けの装備、リフト等がないため、車椅子マークは貼り付けされていない。ノンステップバスは他社より大幅に導入が遅れていたが、2010年2月に 一般路線用の中型車が2台導入されたのを、皮切りに中古車両を中心に順次導入が進められている。なお、前日の通り、車両は4メーカーすべてが導入されている動車では、あるが、ノンステップバスに関しては、エアロスター、エルガ及びエルガミを、レインボーにが導入されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。